はい始まりました給与明細チャンネルです。毎日投稿しているのでチャンネル登録・高評価お願いします。今回は神奈川県の株式会社サークルホーム不動産営業正社員、えー、5年目25歳の方の給与明細です。仕事内容は不動産の賃貸営業です。SUMO やホームズを見たお客様から反響として物件のお問い合わせをいただきメールや電話で来店を流し接客をして契約を取ることが主な仕事です。他には契約 書類の作成や新しく空きが出たお部屋の写真を撮影してツーモやホームズに掲載します。必要な資格やスキルは宅地見物取引士の資格があると便利です。賃貸契約を結ぶ上で重要事項の説明を借り主にしなければいけません。この重要事項の説明は宅地見物取引士でなければできないのです。 そのため資格を持っていない営業マンは資格を持っている上司や他の社員に頼まなければなりませんで勤務時間が1日8時間で残業は2から3時間収入は月収25万年収420万ボーナスは年間で120万え不動産の賃貸営業をしたい方へのアドバイスとしては営業という職種のためノルマがありそのノルマを達成しないとです で体育会系の雰囲気の会社が多いので、控えめな性格だと合わないかと思います。で、給与明細で、出勤日数が20日で、特急日数が1日、出勤時間も160時間で、残業も36時間と、まあ、まあ、営業会社だったらよくあるかなって感じですね。で、基本給が14万8623円、固定残業手当五万三千七百5万、えー、7377円。 ラライフプラン手当5万円通勤手当1万3670円で総支給が26万9670円そこから控除が引かれて手取りが20万6626円となっています、えー、今回は横浜というか神奈川県の不動産営業の方の給与明細でした、えー、まあ基本給がそれほどっていうのとまあそれほどっていうのがあってか まあそこまで給料は思ったより高くないかなっていう感じでしたまあでも固定残業手当がまあ6万近くあって残業実際の時間が36時間ということでまあ残業時給はかなりいいんじゃないかなっていう感じです今回はこれで終わりますチャンネル登録よろしくお願いします